世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は可愛いフクロウの様子が海外で話題を呼んでいるのでご紹介いたします。ぜひ最後までお楽しみください。独特な立ち振る舞いと大きな瞳が愛らしく人気の高いフクロウ。ハリーポッターの影響で遠く離れたイギリスで一気に飼い主が増えたと言われています。フクロウはこれまで知恵の象徴、森の賢者としてのイメージが作られてきました。神話や伝説に登場する鳥として神秘的な雰囲気を漂わせます。またフクロウの字が当てられ、縁起の良い鳥として受け入れられています。一方、ユーモラスな表情や仕草で癒しのペットとしても人気が急上昇しています。日本においてもフクロウを飼うことは認められており、環境さえ整っていれば誰でも飼うことができます。しかしフクロウは他の動物を捕食し生活する猛禽類であるため、飼育することは簡単ではありません。安易な気持ちで飼うのではなく、前もって十分な知識を身につけておくことが大切ですね。脅かしたり過度のストレスを与えたりしない限り人を襲うことはありませんが、とても鋭い爪やくちばしを持っていることに変わりはないので、小さなお子様や他のペットと一緒に飼う場合は注意が必要です。フクロウの平均寿命は小型だと10から15年ですが、中型や大型になると20から30年程度生きるフクロウもいます。長生きする動物で飼育も大変ですが、犬や猫と同じように長い時間をかけて仲良くなることができるペットです。もし飼われる際は最後まで責任を持って大切に可愛がってあげてくださいね。フクロウの売買にはサイテス、通称ワシントン条約が関係しています。フクロウはサイテスの2類に含まれていて、保護のために野生のフクロウを捕獲して飼育することはできません。海外から正式な手続きを経て輸入した個体や、それらを繁殖させた個体のみ飼育が許されています。たとえ傷ついているフクロウを拾って飼育したとしても、無許可な場合には違法行為として処罰されますので注意が必要です。またフクロウを飼う上で大変なことが2つあります。1つ目は餌の準備。フクロウは夜行性鳥類の食物連鎖の頂点に立っており、餌は新鮮な生肉です。ラットやヒヨコ、ウズラの初生ビナなどを一口大に切って与えます。毎日与えていれば少しずつ慣れていくことですが、ラットをさばくなんて絶対無理と感じるならば、フクロウを飼うのは難しいかもしれません。さらにフクロウは血から必要なビタミンやミネラルを、骨からカルシウムなどを摂取するので、食べない部分を取り除く必要があります。内臓や頭部が苦手という方は処理済みのものをお買い求めください。ペットとして飼われているフクロウの死因の多くは餓死によるものです。血や生臭い匂いが苦手な飼い主さんが餌をあまり与えないことが原因としてあるようです。二つ目はストレスをためない環境整備です。ケージが小さすぎるとフクロウにストレスが溜まってしまうことがあります。フクロウが水浴びできるスペースを考慮して100センチメートル以上のケージを用意してあげてください。急な環境の変化はやはりストレスの原因になってしまうので、購入するお店のケージ内の気温や湿度、
泊まり木の種類や形などを細かく確認して、購入する前の環境になるべく近づけてあげることがポイントです。以上の2つは必ず守るべきポイントです。安易な気持ちで買い始めるのではなく、本当に買えるのかもう一度よく考え直してみてくださいね。それではフクロウの様子を見た海外の方たちの反応を見てみましょう。なんて愛らしい。フクロウの目は動物の中で一番素敵な目をしているね。フクロウはまさしく猫みたいな鳥だな。フクロウは猫だってコメントしようとしてたところだ。中国ではフクロウっていう文字は猫の頭を持った鳥って書くんだ。目がすごく大きいんだな。ちゃんと見たのは初めてだから驚いたよ。動物の可愛らしさって頭に対する目の大きさに比例していると思っている。そういうわけでフクロウは文句なしに可愛い。気になってフクロウについて調べてみたんだけど、大きいフクロウだけかと思ったらすごく小さいフクロウもいるんだね。なんかフラフラして酔っ払ったみたいになってるフクロウがいるんだけど、彼らは常に瞑想しているんだよ。まばたきにすごく女性らしさを感じるフクロウがいてときめいたわ。フクロウには可愛いが溢れているね。可愛らしいレディーのような振る舞いだね。ぜひともフクロウを飼いたい。可愛すぎる。ただただ抱きしめてめでたい。くちばしと爪を見ると強そうなのに、仕草はとってもキュート。フクロウファン集まれって声かけたら、ちょっとした村が作れるな。可愛らしさと不気味さを併せ持っているところが素晴らしい。不気味さ？面白い意見だな。彼らの見た目はとにかく美しいと思う。神様として信仰されることもあるし、不思議な魅力があるよね。人間の顔と鳥の体を持った生き物のようで、すごくクールだ。なんかめちゃくちゃ幸せそうだな。私はどうしてもフクロウが欲しいと思ってしまった。今までで一番可愛い動物の一つだわ。フクロウはクールだけど、同時にとても愛情深いんだ。頭もいいしね。フクロウってもっと攻撃的かと思ってたよ。ペットになりうるなんて知らなかった。フクロウってペンギンの次にクールな鳥だよな。そして日本にはその両方のカフェがある。なのにイギリスと来たらなぜこんなに面白くないんだ。英国動物虐待防止協会がフクロウに関する楽しさを俺たちから奪ったからさ。日中に賑やかな店内で夜行性の動物を飼うのは残酷だっていう理由でね。ペットで飼ってるわけじゃないけど、フクロウの世話って大変な部類に入るんじゃなかったっけ。フクロウさんが体を洗うために水にバシャバシャ突っ込むのが好き。見るたびにフクロウを飼いたくなってしまうな。かわいいという意見が多かったですね。ちなみに日本ではフクロウはどのように思われているのでしょうか。次にフクロウに関する日本国内での反応も見てみましょう。人をじーっと見てくるあの感じがとってもかわいい。フクロウって猫が鳥になった生き物かな。歩いているとこ見てるといつも鳥に見えない。なんか新種の生物に見える。贅沢に一部屋丸々与えられるのなら余裕で飼えそうだな。自由に飛び回らせてあげたい。
猛禽類なんか飼ったらほぼ間違いなく後悔する。フクロウカフェに通うのが一番。フクロウかミミズク飼いたいんだけど餌が大変らしい。ペットのヘビと同じように冷凍マウスが餌らしいんだけど、アイスと一緒に保存するのが嫌なら冷凍庫がもう一台必要になるね。生き餌しか食べない子とかいるらしいし、何より寿命が40年らしいよ。ちなみにコンゴウインコの寿命は50年。ペンギンカフェが日本にあんのかよ、知らなかったわ。とことこ歩いてるあの歩き方がかわいい。フクロウはもろもろの費用と鳴き声がすごいぞ。あと犬猫に比べるとどうしても表情が乏しいんだよな。平和そうでいいね。フクロウはかわいい。かわいいって言ってるやつ、メンフクロウを前にしても同じこと言えるの？メンフクロウも気もかわいい。正面から見るのは可愛いけど、下向き加減だと猛禽に見える。フクロウって本当に可愛いよね。表情とか仕草って独特。日本の皆さんもその愛らしさにメロメロですが、餌問題で少し現実に戻されていましたね。いかがでしたでしょうか。よく国内旅行をするとお土産屋さんでフクロウの置物やグッズが売っていますが、縁起のいい鳥として日本では広く知られているのですね。動画をご覧の皆さんはフクロウについてどう思いますか。私は実際に腕にフクロウを乗せたことがありますが、近くで見ると無表情な感じがとても怖く感じた記憶があります。皆さんがフクロウに感じることをぜひコメント欄で教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。